長州政党は、源氏元年と慶応2年の2回にわたり、江戸幕府が京都で禁門の変を起こした長州藩の処分をするために、長州藩領のある、諏王国、長戸国へ向け政党の兵を出した事件を指す。長州政伐、長州出兵、幕長戦争、長州戦争などとも呼ばれる。特に、慶応元年5月の江戸幕府14代将軍。 徳川家持の新発に始まり、慶応3年1月23日の開閉令に至る、第二次長州政党は、長州再生とも呼ばれ、幕末政治史上の一大事件となったが、長州側の立場から、当該事件を歴史的に捉えた場合は4、境戦争と呼ぶ向きもある。幕府陸軍西洋式軍曹に身を包んだ、幕府軍長州藩騎兵隊以下、年の記述がない場合は、 日付は1864年とする。7月23日、朝廷は幕府へ対して、長州追悼の勅命を発した。幕府は、長州藩主、毛利隆タカと養子氏の貞ダに、京都で禁門の変を起こした責任を問い吹く罪をさせるため、尾張藩、越前藩及び、西国諸藩から、成長軍を編成した。動員された藩の数は、最終的に35藩。 総勢15万人とされる。8月13日、諸藩の攻め口が定められ後道から、萩城のある萩ではなく、藩主府市のいる山口へ向かうと決定した。政長総督は、尾張藩の前々藩主である、徳川義勝、副総督は、越前藩主、松平重明がそれぞれ任命された。総督は政長について将軍から、全権委任を受け政長軍に対する軍事指揮権を、 掌握する。10月22日、大阪城にて、成長軍は軍議を開き、11月11日までに各自は攻め口に着陣し、1週間後の18日に攻撃を開始すると決定した。広島の国体寺には総督府、武前の小倉城には副総督府を置くことになった。将軍が最終的に長州藩へ処罰するが、総督は、 長州藩への降伏条件の決定、成長軍の開閉時期について権限を持つ。幕府は、朝敵となった長州の藩邸を没収し、藩主府死に謹慎を命じた。しかし、どのような条件で長州藩に謝罪をさせるかについては決めず、幕府や成長軍内においては、厳罰的な案を含めていくつかの案が出された。この時、 聖長軍に参加して萩口の先方を任されていた、薩摩藩は独自の動きを見せた。福岡藩士の北岡雄平、薩摩藩士の高崎五十六が9月30日に、岩国の新港に入ると、岩国藩の吉川常本と薩摩藩は聖長における交渉に入った。10月21日、高崎は岩国へ当てて、薩摩藩は長州藩のために尽力するが暴徒を処罰し、 黒白を明らかとして、介護の念を明らかとするのが慣用である。また三条耳ら五教の追放、時と場合によっては、藩主夫氏が総督府の軍門に自ら出てくる必要があるが、まずは安心してよいという内容の手紙を送った。手紙には高崎は京都で留守番をするが、大島吉之助が成長軍で交渉を担当するため、遠からず、 岩国に入るかもしれないと書かれている。24日、大阪において、西郷は、総督の吉勝へ、長州反降伏のプロセスについて、副案を述べると、吉勝はその場で、西郷へ、脇差し一等をあた、吉勝と、西郷は、総督府を、幕府の統制下から離れさせ、関天論に基づく、早期開閉路線へ、独走させた。十一月四日、 成長総督の命令により、親友の最初厚し、吉井智美を伴い、岩国へ入った西郷は、吉川常本と会談。二日前に平美樹は、総督府へ近門の辺で上京した三家老の切腹と四、三望の残首五京の追放といった幸福条件で、改選の開始を猶予するように請願していた。西郷との会談後、京美樹は、長州藩へ向けて、 過労切腹、三宝残首をお催促した。11日、徳山藩において、国士親将と、増田親瀬が、翌12日に、岩国藩において福原元官が切腹。同日に四三宝もの山国で残首された。16日、広島の国体寺において、清長軍総督による三過労の首実験が行われた。清長側は、総督名大のなるせた 大目付の長い久し、軍目付の戸、川井、三宝の辻正ともと、西郷は自室に控えていた。成長出陣期は、少子は、藩主婦氏を、免疫ましめ、萩の会場を通告した。興味期は、顔面総白となり、この上は四度コロナクシと、傍聴市民は徹底抗戦すると回答。少子から諮問された西郷は、少子案の再考を提案したと記録されている。 18日、成長軍から京味期へ、藩主府市からの謝罪文書の提出、五京都付属の脱藩同士の始末、山口城破客の命令が出された。総督府の降伏条件は、寛大として、副総督府のある小倉にいた、松平重明や越前藩、九州諸藩から不満が上がったため西郷は21日の晩に、広島を発して23日の昼に小倉に入り、 説得を行った。12月5日、長州藩から総督笛、藩主府市からの謝罪文書が提出された。残りの幸福条件は五郷と山口城だが、山口は城ではなく館であり、形式的な条件で残っているのは五郷の問題だけとなった。これに先立つ4日前の1日、福岡藩の内小平太、神道を登る北岡雄平が調布の五郷を訪れ、 朝廷及び幕府の命令により九州のご飯がご経を預かるという申し入れをした。3日に福岡藩の月形仙蔵が三条耳と面会したが耳は直命であれば身体はやむを得ないが付属する所帯及び脱藩同士は反対し相乗が起きる可能性があると語った。諸隊とは、騎兵隊、遊撃隊、八幡隊、お立て隊、南炎隊など 藩の正規兵と異なる軍隊であり、政治集団、党派としての意味合いを兼ねていた。その指揮系統は軍隊だが、意思決定は、幹部から構成される初代会議所が合議の上で決める、仕組みである。11日、西郷は、馬艦海峡を越えて、調布に入り運動中の月型らと面会。当日に、小倉へ戻った。西郷の都会により、長州藩内の紛争が解決次第、 五郷は、筑前へ移転すると決定。幸福条件の道筋がつき、成長軍は開兵へ歩みを進めた。長州藩内の紛争とは長府の諸隊と萩藩長の対立であり、萩藩長と小倉の成長軍に挟まれた諸隊のために、騎兵隊三代目総督の赤根武人が終戦に動いていた。これに対して13日夜、騎兵隊初代総督、 高杉新作は調布の所代長官に対して、赤根の誘和策を非難し、即時拒兵を主張したが応じる者はいなかった。この席で新作は、市民兵の所代に向かって、赤根武人は、大島の土美白であると発言したと記録されている。7月21日、国志親屋増田親瀬、福原元官の参加牢に続いて、京都へ向かった、毛利貞弘が、 佐野きたどで7月19日に京都で勃発した金門の変の敗戦を聞き、山口へ向けて引き返した。27日、三田尻において、藩主不死、三主藩藩主、老臣が前後作を協議、30日、毛利高近は山口に戻り、人心を落ち着かせて、吉川常元に大外的な終戦を頼んだ。また、 山口政長は三加牢の職を解き金門の辺の天末を誰門の上で徳山藩に預けて謹慎させた。8月18日の政変の後と同様に反省を誤らせた正義派へ、俗論党は反発を強めた。前回は萩から山口へ、むくなし党だ、村岡へもだ俗論派が出てきて、毛利のぼる人、前田孫江門ん、鈴正之助ら正義派を免職させたが、 騎兵隊という武力を背景とした、高杉晋作がひっくり返して、逆に、坪井久衛門は切腹させられた。今回は、俗論党の影響下にある先方隊の創始たちが、続々と山口へ入った。9月6日に、吉川常本が山口に入ると8日に、騎兵隊を含む諸隊は強みきと接見し、上新省法事幕府への武備強順を迫り、これに対抗して20日に、 萩藩士100名以上が山口に登った。山口藩長は、暴発を避けるため上代の毛利証言、目付の村を自閉から威武しようとしたが果たせず、22日、萩川側は京幹へ幕府への謝罪強順を通すように迫った。京幹はこれを威武して、藩内の騒動を収め、同日に高地下へ告げその場で城代と、目付は京幹の牢に射したが、山口側は、 萩側川の圧力を無視できなくなった。24日、井上薫は、藩主夫子へ君前会議において、藩正しを定めることを提言。井上は、萩の強硬派は、いざとなれば、自らが大官を務めるおご理の民兵を使って、片付ける木算を立てていた。25日、山口政治堂で君前会議が開かれ、井上は熱弁を振るい、 会議の最後に高地下は、不備教順を国勢とすると厳明して終わった。しかし同日夜、井上は、政治堂からの帰り道に、袖海峡の手前で四角に襲われ、重傷を負い、正之助も自殺し三十日に、下半の清水親父も、治療地に戻り平居したため正義派は大打撃を受けた。同日、藩主夫子の萩城機関が決定した。月日に、毛利 山和国之助、前田孫右衛門、渡辺倉田は禁慎となった。13日に山形半蔵、小田村祖、太郎、寺内徹蔵は罷免した。17日に新作は政務役を罷免され24日に萩から脱走。29日に下関に入り11月1日に九州へ入り諸藩連合を解いたが失敗。福岡郊外の平尾山荘へ潜伏した。日に 清水地下ともは、下半を罷免、謹慎となり、正義派はのきなみ倒れ、24日に、俗論党の首領である無くなし党太氏が、政務役に任命され、俗論派政権が誕生した。15日、騎兵隊を含む諸隊は、山口から五教を報じて、調布に入った。その総員は、およそ750名だった。22日、萩成長は、下関へ、 初対陳部係の杉徳介を23日にはあわや近田を送り込み、近田は長布藩に初対陳部を委託した。25日、長布藩の藩主である毛利元衆が謝罪教順を徹底させるため初対へ藩主不死への嘆願を封じさせた。初対は萩藩長へ不備教順、正義派の登用を嘆願したが無視され続けた。12月8日、 騎兵隊総督の赤根武人は、萩から調布へ帰り、萩政長と初代の調和により、事態を展開させる、調和論聖者婚話説を説いたが、初代の多くは賛同せず、同日、騎兵隊の実験を握っていた軍艦の山形、有友は、萩政長へ反対の意見書を提出した。11月25日、九州から下関へ帰った新作は調布で即時、挙兵を説いたが、 山形を含めた諸代は同調しなかった。12月13日夜、新作は諸代の長官を説得したが、中世公勤労辞席には、悲憤公害のことを吐き、あるいは怒り、あるいは泣きて、長官等を感動せしめんと努めましたけれども、長官等は、新作の起演に圧倒せられたるのみにて、誰一人として決起する様子は見えなかったとある。15日深夜、大雪の中、 調布に集まった新作取引死隊、遊撃隊は、高やマデラに赴いて公協に面会、その後下の席に入った。高やマデラ挙兵及び伝授の内乱の始まりである。翌16日、藩内クーデターの勃発に、萩政長は初体を敵として、協力を禁じる布告を出した。12月18日、初体は、伊勢出陣、萩班長は、同日に、毛利昇る陣、 山和国之助、前田孫右衛門、渡辺倉田を含む7名を、の山学へ投獄し、翌19日に残首。両者の対立はようやく先鋭化した。新作は、三田尻で奪った軍艦を萩へ向かわせたが下関にいた。山形有友は、初対より遅れて、出発、停発した。夕和論に、政官の形で、同調の姿勢を見せていた初対に裏切られた。 赤根武人は下関を出奔した。28日、下関の遊撃隊討伐を目的として、萩を蒸発した討伐軍の先法は、秋吉台の北東の盆地の江戸に入った。大地南西の伊佐に行った初隊は、年が明けた、現時2年に1月6日深夜に山道を越えて、江戸に入り討伐軍を襲撃、朝までに道地を占領した。初隊は、数で、 結成のため江戸は放棄して南進、大田川流域の大田に出た。討伐軍は、秋吉台と権限山の間を通じる本堂の、大田海道、権限山東園を流れる大田川沿いの谷間道を、南下すると予測した諸隊は本堂には、八幡隊、幼鳥隊、本堂左は、南縁隊、本堂左の高台にある飛びの巣は、尾立て隊を、狭い川上口は、騎兵隊を、 本堂と川上口が合流する大田館上に本陣を置き、V 路上に陣地を形成した。10日、東ツ軍は本堂を攻めつつ、主力を川上口に回した。騎兵隊の指揮官だった三好重臣は敵の吸収に支えられず退却したが、本営の近霊者にいた山形は狙撃隊を連れて、V 路上の真ん中にある竹藪の中を進み、左翼から敵を狙撃させた。 山形は川上口を支えるように厳命を下すと、騎兵隊の別隊長である湯浅昌之助の隊を横撃させた。湯浅隊は大高井道右側の小山を駆け下りて敵の側面から攻撃し撃退した。この際に鳥横屋田、山田宝介の両補長が活躍を見せた。十四日、今度は本堂の道水峠で大規模な戦闘となった。 午前10時から午後2時まで戦った末に敵を撃退した。新作は遊撃隊を率いて初隊に合流。2日前の14日には大田一之進の盾隊も小郡から帰還した。16日、江戸の西にある赤村を野襲した初隊は秋吉台周辺から敵を撃退した。高地下の指紋を受けた毛利元淳が初隊へ接触を図ろうとしたことから、 萩の動揺を察知した新作は初対に向かって、明らぎの討伐軍本営をつくべきと主張したが、狭い参道を進むよりも山口に向かおうとした。山形は、大田、福田キャンダイラ、堀信五郎を集めて、もし諸君が明らかに進軍するつもりならば私も異論はないが、それならば私を先方にしてもらいたいと発言した。新作は、意見を撤回して初代は山口へ入った。 16日、萩城に毛利証言以下の諸氏が登場した。高地下に配慮した一同は諸体を武力で正当する不可なる胸を上進した。正義派にも俗論党にも組みしない。中立派は鎮政会議員と少子運動を始めた。一方で、元淳は諸体との急戦工作のため21日に萩と山口を結ぶ王冠の集落、さざ波において諸体と協議した。 元淳は双方が萩と山口へ撤退する方針で打診したが、初対は拒否。23日に萩から討伐軍に対して撤退命令が出され、28日までの休戦協定が結ばれて、会見は終わった。ところが、2月10日、山口を訪れた鎮政会議員3名が、岐路の明らぎで、俗論党により暗殺されると、初対の仕業であると布告する。 俗論党への排斥運動は高まり、一方で処罰された正義派への退社が続いた。14日、騎兵隊、八幡隊は投降時に、お立隊は大谷に入り、15日には玉江へ遊撃隊が入り、水野といるは海岸に近づいて、再び空砲を鳴らし続けた。14日、無くなし東打は、萩から逃亡したガツワノで捕獲され続論党は、崩壊。 長州藩の内交戦は正義派の勝利に終わった。内乱の最中の12月27日、聖長軍は海兵令を発したが、1月5日に幕閣は徳川義勝へ藩主夫子及び御教を江戸まで降印せよとの命令書を与えた。命令書を受け取った義勝は、聖長について将軍から全権を委任され、降伏条件と海兵は総督府を通じて幕府へ報告した。 命令の実行は、開閉した現在では、不可能であると断って、その上で処罰を受けるなら受け入れると回答した。幕府は、徴収処分は、江戸で行うため、吉勝は、京都に入らず上府するように命令したが、朝廷も、吉勝へ上落せよとの命令を出した。板挟みのため、1月16日に、大阪に着いた吉勝は、書老と称して大佐化することにした。以下、 年の記述がない場合は1865年とする。ただし、旧暦の日付とする。体制委任を確認した、公明天皇の沙汰書、すなわち、現時国税は、徴収処分を、幕府の宣言事項に含んだが、朝廷も国事に関して、幕府諸藩へ命令を出すことができるとした。朝廷、幕府、諸藩のパワーバランスの上に成り立つ、大政下では、 大政委任が空分化する恐れもあり、一橋義信、藍津藩主兼京都市五職、松平方森は、大奥や保守派大名の影響力が、大きい江戸城から将軍、徳川家持を引き離し、機内長期滞在体制で、神戸一話を推進しようとした。しかし幕閣は、第一次長州征伐の後、フランス帝国の後押しもあり強硬な姿勢をとり、 朝廷からの再三の上洛要請も、千円策で無視をした。徴収処分も、諸藩を動員し、長と、諸王を取り囲めば藩主夫子は自ら出頭してくるとの見込みであり、最終処分案は、慶応2年1月21日まで決まらないまま、事態は推移した。復古派の幕角に対して、勤皇諸藩は、朝廷をもって、幕府を正式挙国一致の体制を施行した。 憂慮した片森は自ら江戸に出て、将軍上落運動を起こそうとしたが、2月5日に、安倍正人、7日に、本城宗秀の、両老中が、幕府不評を率いて上落したことで片森の投下は、中止となった。松前忠宏からの内報では、正人と宗秀の目的は、将軍上落の中止と吉信と片森及び弟の、桑名藩主県京都書次第。 松平定明を京都から追い出すことにあると知らされた。22日に散大した両老中は目的を達せずに、関白二条、成行の叱責を受けた。23日、正人は将軍上落のために江戸へ帰らされ、宗秀は石灰警備のために大阪標へ向かわされた。一方で、7日に上京した薩摩藩士、大久保利道は小松精錬と共に9日に、 中川の宮朝彦新能に、11日には、この絵ただふに越見した。3月2日、京都諸子大への御差書が降下された。内容は、藩主府市及び御教の江戸公院を猶予すること、参勤交代の制度は、文級の幕政改革の内容に戻すこと、将軍は上落した上で国税を表議することであった。吉信、片森は、諸子大に御差書を留置させ、 小沙田書は一旦撤回され、14日に宗秀が参大して受け取り、4月3日、江戸城に途上をして幕府に提出した。大目付の塚原正義が3月22日に大阪に入ったが、広島藩、宇和島藩、大須藩、辰野藩は藩主夫氏の江戸公員の協力は断った。幕府は19日に将軍の政情を布告、4月1日には、 藩主不死の江戸行員が行われない場合は、将軍が進発すると諸藩へ伝達した。4月12日、終わり半前藩主の徳川持長が、先手総督に、奇州藩主の徳川持継が副総督に任命された。18日、毛利大前親子東洋医なら猿の企みあるの、趣もむき合い聞こえ、さらに介護の体なく、かつ御所より良心ゼラレしをもむきもあり、 片方々生は出され、5月16日新発すと、新発令が出された。うるう5月16日、将軍、家持は、江戸を出発しうるう5月22日に上落し、三代翌23日は二条城。24日は、伏見に泊まり25日に、大阪城へ入った。武備教順に反論を統一した長州藩の重役は、単元書を作り吉川常元、広島藩。 徳川義勝を経て幕府へ上進した。6月23日、広島藩へ、毛利元、茂吉川京幹を大阪に招致する命令が出されたが、長州側は病気のため猶予を願うと回答した。8月18日、重ねての命令が出され、病気で無理ならば毛利元州、毛利元淳、並びに、 長州藩主の家来が9月27日までに上坂かせよと長州藩に伝えられたが、8日、長州側は再び病気を理由として拒否をした。長州処分が不審を極める中で幕兵の士気は落ち、幕府の財政は悪化した。このままでは将軍の機内滞在体制がいつ崩壊するかわからないため、吉信は再生直挙という事件を起こして体制を立て直そうとする。 16日、大阪から家持が京都に入り、21日、再生直興をめぐる長議が開かれた。しかし、この絵忠ふは、大久保利道の入り説により、反対、忠ふが長議に出てこないため確かめると大久保が引き止めていた。吉信は、ヒップの儀に動かされて、三大の時刻を移し、天津さえ軽々しく、 長義を変然とするはきっかいしごくせり、各手は将軍をはじめ一同職を辞戦んのみと激怒、長義を牽引した吉信は直居を獲得したが二十三日に家持は大阪に戻った。家持が大阪に戻ったのは石灰に異国船が入ってきたためであった。同日、安倍政と山口直樹、井上義明はイギリス艦、プリンセスロイヤルでイギリス帝国、アメリカ合衆国。 オランダと会談、その後、グランス間ゲリエールで、フランス公使と会談した。イギリスの兵庫開港要求の脱皮につき安倍は、即答せずに、大阪城へ持ち帰り、24日、25日と、幕府首脳は、会議を開いた。マサトと、松前忠宏は、幕府の宣言で、兵庫、大阪の開港開始を決めると決断し、閣議をまとめた。 回答の期日と約束したのは26日である。徳川義信公殿によると24日、京都で将軍の証明を受けた義信は25日夜に京都を出た。26日、明星の名をひらめく頃に大阪に着いた義信は大阪城の表儀はすでに解散していたため、正門の宿舎を訪れ兵庫の応接を訪ねた。政門は、 幕府の責任で決定したと返答し朝廷の許しが得られなければ将軍は辞職をすると伝え、吉信は直居を得ずに開始開口すれば、朝廷の信頼を失い諸般も収まらないとし、されは、ただいまより直に所有者を上中に召集して際にせらるべしとして、そのまま大阪城に入った。26日、吉信は講師には回答の延期を申し出てその間に、 天皇から直挙をもらうべきとし、正と、忠だは、幕府の独断で行うと主張。結論は出なかった。立花種行が延期の使者となり、イギリス公使のハリー・パークスに10日間の猶予を申し出た。種行から見たパークスは怒り、暴言を吐き挙動傲慢であったが、にわかに語気を改めて10日間の猶予を認めた。この際に同行した。 大阪町奉行の井上義明が誠意を持って、イギリスと交渉し、猶予を獲得したとされる。吉信から見た両老中は10日間の猶予をもらったと知らされると、別室に吉信を招き、涙を流して、後悔の念を表してどんな罪でも、復罪すると表明し、当面は謹慎するとした。大阪の吉信は、回答を猶予した件を、京都の片森に知らせると、 直居獲得の工作を依頼した。また、将軍、家持に越見して速やかに上落して、条約直居を申請すべきとして、自分は先乗りで帰郷する旨を伝え26日の夕方に、無知をあげて、京都に馳せ帰らる。27日に帰郷した吉信は朝廷に対して、両老中は謹慎し、家持は上落して、条約直居を願い出ると報告をした。ところが、 正と忠広は以前と変わらず出資をして、上落を約束した絵持は約束の日である二十九日になっても上落しない。結果として、職言をしたヨ信は、片森、貞リ、と大阪に下る胸を朝廷に申し出た。しかし、朝廷の怒りは限界にまで来ていた。二十九日、長儀が開かれて、正と忠広は改役、切腹、大老の酒井忠し 老中の水野忠清は領地を半減、永知居とする議案が全員一致で可決した。吉信、片森、貞明は過酷な処置に対して、勘定を願い出て、正と忠広の官位を剥奪し国元で謹慎という結論になった。その日のうちに、表記の内容は大阪へ送られた。この後、将軍の辞職願いと陶器の動き、条約直挙。 家持の大阪城機関と続くが、小笠原お行板倉勝清の老中就任が実現し、朝廷では家持への失望が広がり、吉信の,の辛抱は高まった。条約直挙の騒動が一段落つくと、幕府は徴収聖伐に取り掛かった。7日、幕府は31藩に徴収聖伐の出兵を命じる。20日、場所は広島国大寺。幕府側が、 長井久志、戸川康成、松野孫八郎。長州側は、名門獅子戸氏の養子となった山形半蔵こと、獅子戸ビンゴが応接に当たった。ここで、章子は八課条の質問を獅子戸に出すが、獅子戸は疑惑を否定した。国体寺会談には、新選組の近藤勇、武田勘隆祭、伊藤絹太郎、小方俊太郎も、章子の家来として同行した。 京都守護職始末によると、近藤は12月22日に、合津藩へ出張の報告として、長州藩は、不備強順の姿勢であること、広島に退陣中の幕府方の指揮は落ちているため、勝ち目が薄いこと、長州藩が表面で強順ならば簡単な処置で、対応していく方針が望ましいことを述べた。2月20日、藩主府氏は、祖先の例に大使藩内の上乱を謝罪するとの、 名目で祭祀を布告して、すべての藩士も参加をさせられた。28日、毛利高近は、ユダに入り巡視を行い民心を安堵させ、3月16日に、初代は、正式に藩の軍隊とされた。23日、高近は、山口に集まった、市藩主へ、店長へ、中節、幕府へ、審議、祖先へ行動のことの順守を伝えたが、吉川常元は、 山口へ参集しなかった。26日、高下は、生死の貞広を残して、萩へ帰還した。4月25日、高下は山口に戻り、興味期は売るう5月6日に山口へ出た。20日に、藩主不死四藩藩主、興味期は、会議を開き、幕軍が攻めてくれば、諏王、長戸の二州は一致して、ことに当たると決議された。 4月4日、新作は、グラバー、ラウダーとの会見後に、長崎から下関に戻り、調布班と新松班から下関を取り上げて、長州班直轄として開校しようとした。ところが22日に班内に情報が漏れたため、班長は開校はないと声明を出し、新作は下関出張を免じられた。同月下旬。 上位派と長布新松藩の藩主から命を狙われた新作と井上薫は、藩外へ逃亡。伊藤博文も、津島へ逃亡しようとしたが26日に亡命していた桂小五郎が下関に入り、事態を収集させたため、長州藩へ戻り、後に新作と井上も逃亡先から戻った。5月13日、小五郎は、山口で高地下に拝越した。 公幕体制のため、長州藩は一般政務を干渉する国政方、財政民政を干渉する国用法が政治堂の下に置かれた。27日、小五郎は国政、国用トップから下に預かる溶断役に就任、村田増六も藩政の中枢に参画して近代様式軍隊の創設に当たることになった。うるう5月1日、下関にいた坂本龍馬は、 ときたしょうゆを通じて、小五郎に会見を申し入れた。小五郎はときたからの所管を班へ提出、高下から下関に出る許可を得た。4日に、下関へ入った小五郎に対して、龍馬、肘方久本は10日前後に、薩摩の西郷が上京するが途中で、下関によると伝え、桂との会談を圧戦した。21日、中岡慎太郎は15日に、 薩摩を西郷と出たが、西郷は下関によらず分後佐賀の関で分かれたと、手ぶらで下関に入った。不快とした小五郎江龍馬と中岡は陳謝、この件については一任してもらいたいと申し出て、桂も了承した。7月21日、井上、伊藤が長崎へ入った。長州藩は高専武装のため小十一万丁を求め、 青木軍平を長崎に派遣していたが、ローマは薩摩藩の名義で、長州藩がイギリスから購入できるように、薩摩藩へ運動。薩摩が同意したため小五郎は、藩政庁の承諾がないまま二人を長崎へ派遣したのである。千谷虎之助、高松太郎、上杉宗次郎、新宮馬之助は協議の上で、小松清錬に薩摩藩で伊藤井の上を選得させるように依頼した。 26日、山口で、藩主府市及び三市藩藩主、吉川常元は会議を開き、6月23日に、広島藩へ、毛利元、茂、吉川京美紀を大阪に招致する命令が出された、県は、上坂拒否と決定。上坂猶予の嘆願書が、広島藩を通じて幕府へ出されたが幕府は却下した。ただし、長州藩も、 大義を主張する必要があるとして重心から征服に死が派遣される運びになった。長崎でイギリス商人と交渉した井上、伊藤は山口藩町へミネーゲベール担当4300丁、ゲベール3000丁を購入したと報告し、小銃は薩摩藩の古町丸に積み込み、8月下旬に見た尻で陸上げの手配となった。9月6日、山口において、 藩主夫氏に越見主体の上は、小銃購入の手配に、上杉宗次郎の功績が大きかったと報告した。藩主夫氏は、上杉を山口に招き参書物を与え、8日、薩摩の島津久光、中義夫氏へ送る書簡を上杉へ託した。木造蒸気専ユにオン号も購入する段取りとなったが、これは、藩内外に紛糾が起こった。16日、 大阪から徳川家持が京都に入り、長州再生直居獲得の運動が始まった。24日、大阪を出た龍馬は10月3日、三田尻へ入った。龍馬は上方に反兵を駐屯させる、薩摩藩のために、兵糧米を提供してほしいという名目で、長州に薩摩の交渉を持ち出した。龍馬は、山口政長の山田上門、国沢連兵、中村聖一、 広沢さねを見に説いた上で、10月下旬まで、桂小五郎のいる下関に滞在した。17日、伊原和夫をし、聖子、獅子戸瓶子助を福祉として両名は、大阪へ出張するように命じられた。22日、伊原と獅子戸は、広島に入り26日に、大阪へ出発すると決まったが前日に、伊原は、無断で規範をしたため、 山口藩長は29日、獅子戸に一人で応対するように命令を出した。広島に出張した施設団は、広沢佐根海を中心として、獅子戸敏ン助が応接に専任。会見の段取り、長州班と幕府との連絡は、広島班が担当した。山口の政治堂には、現地の様子は、施設団から、逐次報告された。11月20日、広島の国体寺で、 長州藩の施設と幕府側の第1回会談が開かれた。長井久氏は長州藩に対して質問をしたが、獅子戸は築上当初国上陳述書を出して疑惑を否定した。30日国大寺で第2回会談が行われ獅子戸、木梨、初代代表が出席した。すでに11月上旬には幕府は攻め口の部署割をした。 幕府が交渉中に先端を開くのでは危惧する。山口藩長は12月8日に施設団の引き上げを命じたが、獅子戸、木梨はなお幕議の決定を聞かないままでは帰れないとして広島に残った。12月に黒田清隆が京都に木戸高義を伴うために長州藩へ入ったが、木戸は黒田との状況を拒絶した。21日、高近は木戸へ。 京都出張を命じた。27日、黒田と、木戸、三好重臣、品川矢次郎、早川渡る、田中光明は、三田尻から出て、年明けの慶応2年1月4日に、大阪へ入った。1月21日、木戸は目的を果たして、京都を出発。1月27日に、広島で獅子戸と会談して2月6日、山口に入り、藩主府市に復命をした。以下、 年の記述がない場合は1866年とする。ただし、旧暦の日付とする。1月22日、幕府は、徴収処分の最終案を創上、直挙が下された。26日、小笠原お行が徴収へ幕名を伝えるため、広島に下ることが決まった。2月7日の朝、お行を含む幕府の高官たちが広島へ到着した。22日、お行は、 広島藩を通じて三四藩藩主、吉川常元と獅子飛善助、毛利畜前に召喚命令を出したが病として拒絶された。24日、芸州戦方の彦根藩から、秋国と国境を分かず岩国藩へ使者が送られたが、吉川家は、宗家と行動を共にすると回答して、幕府の利漢策は走行しなかった。徴収拒藩一致を示す事例として2月、 藩主の内乱を経て、小冊子、傍聴市民法議書が、印刷、藩内外へ反布された点が挙げられる。傍聴武士及び、農民の大爆不決戦の覚悟を述べた、この冊子は、傍聴回転士によると36万部印刷された。実際は、数千部に過ぎないとも、尻戸が寄贈、製本を指示し、うちはハ後に手もた方へ、早く入り度と催促しているように広島における。 幕府との交渉において、拒犯一致体制を偽装するための宣伝工作文書であるとも指摘がある。3月26日、おさゆきは、広島藩を通じて4月15日までに、藩主不子と孫の京丸、三四藩藩主、吉川常本に過労が出頭するように命令を出し、四守戸には帰国して、幕名を伝えるように命令した。 山口政長へ急止を送った子戸は4月5日に、広島を走って6日に、高森に入り道地で泊まり、事前の打ち合わせ通り出番を待つことになった。4月4日、長州藩の初隊の一つ、第二級兵隊で、暴発事件が起きた。4月13日、高近は子戸をなしろとして、22日に、子戸は再び広島へ入り、三藩主と平ミも、 明台を立てて、広島へ送り込んだ。5月1日、国体寺においておさゆきは4家名のなしろに対して、爆名を伝えたが、ししどは病気として旅館から出なかった。幕府は、バッケ苗代をして、宗家苗代を兼ねさせて、長州藩へも爆名を伝えることにした。3日、幕府は4家名のなしろに対しては速やかに帰国して、主人へ伝え、20日までに受け書を出すように命令が、 下された。広島へ滞在するように命じられた宍戸と小田村素太郎は5月8日に拘束され、広島藩に預けられた。受け書の提出は京味記からの請願により5月29日を期限としたが、この日までに命令に従わなければ6月5日をもって、諸方面から進撃すると決定した。4月14日、大久保利道は板倉勝清へ、 薩摩藩は出兵を拒否するとした憲白書を提出した。勝ツキは直命により徴収政党を起こした幕府の正当性を主張し、憲白書を拒絶したが、幕府がこれまで直命を無視してきた事実を列挙した大久保と論戦となった。再三の交渉の結果、大久保は板倉へ憲白書を受け取らせることに成功した。6月3日、徳川持次が広島へ向かい、 6月2日に、広島のおさいゆきは、小倉へ向かい、持ちつぐは、赤州口へ転じて、持ちつぐの代わりに、本城宗秀は、広島に入った。慶応2年6月7日に、幕府艦隊、牧清人の八代島への砲撃が始まり、13日には、芸州口、大瀬川口、16日には、赤州口、17日には、小倉口で、それぞれ戦闘が開始される。 長州側は山口の反政府の抗議制により作戦が指揮された。大島口は長州半領である数王国大島をめぐる攻防戦である。大島は北は宮島のある秋灘に東と南は伊予灘に面した東西に長い防御諸島の一つである。長州藩の行政区分では大島裁判の管轄であった。西岸は狭い海峡を挟んで 本州と連絡し、南下をすると、上野関の港に至る。戦闘は、上野関へ6月7日、幕府の軍艦が砲撃したことにより始まった。6月8日、飯尾松山藩軍は、大島へ上陸し、地元住民に乱暴牢石を加える。9日、幕艦は、島の北側で歩くかへ、砲撃、11日、再び幕艦の砲撃の後で区下村から、 幕府陸軍が上陸。同日、塔の南側である、上章から、松山藩軍が上陸。村上亀之助の兵と交戦したが、当時の日本戦績として最大かつ最新鋭の、富士山丸の砲撃にさらされて撤退。夜に、長州藩の全軍は、本州の縁崎へ撤退した。長州藩は最初は、大島を放棄する計画であったが、大島の惨状が伝わったことを受け、10日、 山口藩長は、第二騎兵隊、広島部隊を大島へ派遣することを決定した。また高杉晋作へ、日野江虎丸に乗り、大島へ向かうように命じた。12日夜、日野江虎丸は、瀬戸を抜けて、島の北側に停泊していた、幕府方の軍艦へ大砲を打ちかけて撤退した。この時富士山丸は、大島の沖におらず、蒸気を落としていた、八雲丸。 小角丸は日の江虎丸を追跡したが見失った。15日、長州兵は大島に上陸。17日に大島を脱回した。19日、松山藩兵が上陸して民家を焼くなどの行為をして撤退した。この民家への放火について10月2日、松山藩は大島へ謝罪死を派遣した。なお、その工場では幕府の行動に対して還元すべきところを、 小国が故に萎縮して応答して、このような実に言語を絶し相すまざる次第を引き起こしたことを長州藩に対して詫びており、幕府に対する求心力の低下を物語っている。芸州口では長州藩及び岩国藩と幕府不評体や奇州藩兵などとの戦闘が行われる。彦根藩と高田藩が小瀬川であっけなく壊滅したが、 幕府不評隊と奇襲藩兵が両藩に代わって戦闘に入ると幕府、奇襲藩側が惜しぎみながらも膠着状況に陥る。また、広島藩は幕府の出兵命令を拒んだ。芸州戦線では被差別民が部隊として組織され、長州藩の指揮下に参加しており、幕府側でも断罪門の敗下の被差別民が参加していた。後に幕府はこの時の功績を称え、 段座絵門とその配下を支部に取り立てた。また、長州藩としては組織として機能したことに安堵したという記録がある。石州口では、大村が指揮し、中立的立場を取った津和野藩を通過して、一橋義信の実定、松平武士が藩主であった浜田藩へ進行し、十八日に浜田城を陥落させる。明治まで浜田城と天領だった岩見銀山は、 長州が制圧した。小倉口では、総督小笠原おさゆきが指揮する九州諸藩と、高杉、山形有友ら率いる長州藩との戦闘が、か、また、佐賀藩は、出兵を拒んだ。7月27日の赤坂、鳥越の戦いでは、日後藩細川氏の軍が参戦し、長州勢を圧倒する戦いを見せた。しかし、 依然として、小笠原総督の消極的姿勢は改まらず、事態の収拾に動くこともなかったことから、日ご飯を含む諸藩は総督への不信を強め、この戦闘後に一斉に撤兵、帰国し、小笠原総督自身も、将軍、家持ちの皇居を理由に戦線を離脱した。孤立した小倉藩は8月1日に、小倉城に火を放って、河原に退却した。その後、小倉藩は、 過労、島村静馬らの指導により、軍を再編して粘り強く、長州藩への抵抗を続け、戦闘は長期化してゆくこととなるが、これで事実上、幕府軍の全面敗北に終わる。戦いの長期化に備えて各藩が兵糧米を備蓄したことによって米下が暴騰し、全国各地で一気や打ち壊しが起こる原因となった。戦況不利の最中の7月20日に、将軍、 家持が死去、徳川将軍家を継いだ、徳川義信は、大打ち込みと称して、自ら出陣して巻き返すことを宣言したが、小倉観楽の方に衝撃を受けて、これを中止し、家持の死を公にした上で朝廷に働きかけ、急戦の直命を発してもらう。また、義信の意を受けた、勝海舟と長州の広沢さね井上薫が9月2日に、宮島で会談した結果、 停戦合意が成立し、大島口、芸州口、関州口では、戦闘が収束した。なお、吉信は停戦の直後から、フランスの支援を受けて旧式化が明らかとなった、幕府陸軍の軍政改革に着手している。詳細は、幕府陸軍慶応の軍政改革を参照しかし、朝廷の停戦の直命と、幕府、長州間の停戦合意成立にもかかわらず、 国ら方面では、長州藩は国ら藩領への進行を緩めず、戦闘は収束しなかった。この長州藩の威訳に対し、幕府には停戦の履行を迫る力はなく、国ら藩は独自に長州藩への抵抗、反撃を強力に展開した。10月に入り、長州藩は停戦の成立した脱宣戦,戦の兵力を国ら方面に集中して、攻勢を強め、 菊軍南部の小倉藩の防衛拠点の多くが、陥落するに及んで、小倉、長州両藩間の停戦交渉が始められ、慶応3年に1月に、ようやく両藩の和訳が成立している。この和訳の条件により、小倉藩領の内菊軍は、長州藩の預かりとされ、明治2年7月に、菊軍が、北県の管轄に移されるまでこの状態が続くこととなった。 第二次政党の失敗によって、幕府側の武力が張り子の虎であることが知れ渡ると同時に、長州藩と薩摩藩への干渉能力がほぼなくなる結果を招いた。そのため、この敗戦が江戸幕府の滅亡をほぼ決定づけたとする資料も見られる。7月20日、大阪城において将軍、家持が隠しした。この日から吉信が、 将軍職就任する12月5日まで将軍職は空位となった。家持ちの五代所であった、和宮親子内を新郎は12月9日に落職した。家持ちは、成長の新発に際して、一万一のことあらば、たやす亀之助をして、相続せしめんと思うなりと和宮と天章院へ伝えるように命じていたが、江戸の和ズは亀之助が、将来の相続者であるとしながら、 ただいまの時世、幼霊の亀の助にては、どうあるべき、叱るべき人を、天下のために選ぶべしと、この時点での相続は否定したため、相続者は吉信以外にはいないという結論になった。7月27日、吉信は、徳川宗家は継承すると決定したが、なお、将軍職は辞退するとした。20日に、島津久光、中義父市の連盟により二条成行へ、 成長反対の憲白書が提出された。具体的には寛大の御事の利を下して、成長の兵を解き、然る後に、天下の抗議を尽くして、大いに生態を更新し、中高の工業を遂げられんとする、生態改革の権威である。この権威は町議に図られた。当時の町議は二条成行と中川の宮が主導、両者に対して批判的な勢力は、この江ただ広、ただふさ 山下の宮明親王があり、別グループとして、中山忠康、大原重徳、中三門常の大木町三条佐根なるがいた。後者の指針は、朝廷改革と上位貫徹であり、朝廷改革とは、大政委任が現実には、朝廷の権威を幕府に利用されるだけであるという、不満から朝廷が主体的となり、国政を一元化させようとする動きである。当然、 久光、忠義父市の建白書は賛成であった。長義は紛糾し、三回目の長義に召し出された吉信は、一当てつかまつらず手は、長人とおいおい景気にも迫るべきありさまなり、桜へ敷いて、山口まで攻め入るべしとのことにはあらず、原石二周の地に侵入せる長藤自国へ、畜尻ぞけたる後、朝廷へ、寛大のご処置を願い、また諸大名をも改道して、 国事を義することにするべきなりと発言した。これを受けて、公明天皇が、陳は、開閉すべからずとの決心なれば、即に進発して、功を奏すべしと営業を述べて義は決した。すなわち戦争継続である。8月8日、家持のな代として出陣する義信は、老いと孫いの三代をして、天敗、窃刀を賜ったが、14日、 吉信は二条成行へ出陣を見合わせるようにとの4日と反対の内願いを提出16日に直挙が下ろされた。これは11日に九州戦線崩壊が京都に伝わったことによる。長州政党は止め戦するという勅命が20日に出され、同時に諸大名を召集し、天下公論で国事を決すると決まった。この8月、 幕府は費用を確保するためイギリスのオリエンタルバンクと600万ドルの借款契約を締結していた。大久保は初代明招州の行方を中止する一方で、岩倉智美の列参運動にも関心を寄せた。安易に朝廷を利用する吉信に対して、苦行たちの不満は爆発した。二条、成行、中川宮を引きずり下ろして、朝廷改革を進めようとする動きが出た。 岩倉は、列3完走により改革運動を推進しようとした。薩摩川は、朝廷内部の変革が、諸侯参集に影響を与えることを危惧したが、岩倉側は、列3の目的は諸大名の召集を朝廷が行う、ことにより、幕府を棚上げする点にあると説明し、薩摩藩と岩倉側の同意がなり8月30日に、列3が行われた。目的は、 朝廷改革、長房開兵の直線、直幹区業の斜面、そして、初藩招集である。列三の結果は、公明天皇の激凛に触れ、中三角常の大原重徳、山品の宮、大木町三条三なるは処罰された。余波として二条、成行、中川宮は辞意を表明するが、その反作用として、吉信の女服三代、将軍宣言動く結果となった。 公明天皇に対して感想しようとしても、すでに朝廷政治は、苦行だけで行われる段階ではなく、吉信がその一角に位置を占めていた。不変不当の権威を朝廷に求める廷身にとって、朝廷改革の最大の障害物は、公明廷自身であるという結論になる。薩摩川は、すべてが、裏目と出て、朝廷内の審判が処罰されたことで発言力も低下を余儀なくされた。 朝廷から上落令を出された二十四の初代名でも、上京したのは聖史を含めて九名に過ぎなかった。物価高騰による不満から各地で一揆が頻発し、諸公にしても中央政局に積極的に関わる余裕はなく、また幕府に批判的であるが封建し、各して吉信の将軍就任の環境は整った。十二月五日に吉信は二条城において将軍宣言を受けるが、 25日には、公明天皇が崩御された。慶応3年5月の4公会議では、課題の一つとして停戦した長州との問題が、話し合われた。右予曲折の末、主導権を握った吉信が、長州官天論を創生し、明治天皇の直挙を得る。慶応3年12月8日の二条成りが主催した、長儀にて、毛利高地か、佐田の簡易復旧が決定し、 長州は朝敵を赦免された。ありがとうございます。